な。させてもらうよ。怪しいな。なんだ。怪しいな。え？
ヤガミ。ええ。ん？おい。ヤガミ。何？これが証拠です。何？はい。Thank you.
何？あ？何？ヤガミ。なあ。これが証拠だ。なんだと？ヤガミ。何？
ヤガミ。新谷先生、ちょっといいか。ああ。一応あんたの耳に入れときたい話がある。ちょうどいい。こっちも話があるんだ。え？来いよ。喧嘩なら外でお願いします。後で掃除する星野くんがかわいそうなので。何ですかね、新谷先生の話って。おい、仲良くやれよ。うちは今久々の書き入れ時なんだから。頭から苦情が来てる。お前のことでだ。ん？せっかく無罪になった事件を蒸し返すなってよ。俺も同感だ。気分が悪い。俺が勝ち取った無罪にケチつける気か。あんたが勝ち取ったか。そうだよ。法廷に立ったのは俺だ。おかげでうちは今弁護依頼が殺到してる。もうあの事件は終わったんだよ。弁護士にとっては終わったんだろうが、まだ人の目をえぐる殺人犯は野放しのままだ。モグラってやつか。迷惑だっつってんだよ、お前の探偵ごっこは。なんでお前は俺の邪魔すんだ。え？あの事件、羽村は真犯人を知ってたはずだ。なのに裁判中ずっと隠してた。俺らをコケにして罪を逃げ切ったんだよ。あんたはこれでいいんだろうけど、俺はこのままじゃ終われない。はっ、偉そうな口叩きやって。お前だって頭からずっと逃げ回ってんだろう。今逃げ回ってんのは羽村の方だよ。教令会に狙われてる。昨夜の銃撃事件がそうだ。で、ある筋の話じゃ、
羽村を無罪にした弁護士の身も危ないらしい。あんたのことだよ。ああ、だからせいぜい気をつけな。今日はそれだけ言いに来たんだ。じゃあな。俺は俺がやるべきことをやる。ふざけんなてめえ。お前じゃモグラに届かねえよ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。どういうことだ。なんか知ってんのか、俺が知らないモグラの情報を。羽村から何か聞いたな。知ってること全部話せ。もしまたモグラが人を殺してみろ、その責任はあんたにもあるぞ。そんなわけねえだろ。だいたい弁護士には守秘義務ってのがあるんだよ。勉強し直してこい。新谷、あいつのこと尊敬する兄弟子とか言ってなかったか。そういえば新谷先生、最近羽村さんとよく連絡取り合ってました。どんな話してた。さあ、八神さんの悪口で盛り上がってました。ああそう。そういえばさあ、ああそう。新谷先生、何かモグラの手がかり握ってるんですかね。本当にそうなら喜んで言いふらしてそうですけど。お前も新谷ももう少し譲ったり歩み寄ったりできねえのか。今度またここでやり合ったら俺の拳が黙ってねえぞ。
もしもし。カイトだ。今松金組の事務所前に来てる。昨夜の事件現場ってことか。ああ、まだ警察でごった返してる。黒岩ってデカが仕切ってるで。黒岩？ああ、綾部の上司だっけ。そうだ、その綾部も現場に来てる。ちゃんとデカらしく働いてるよ。それでまた奴からサツの捜査情報なんかが取れるかと思ってな。今からテンダーに誘い出してみる。お前も来られるか。わかった、テンダーだね。
Nobody can stop me. Two with one. Back in. Collect that car. NPO, get ready. Thank you.
よし、やるか。次はどこを狙いますか？移動します。うまく狙えましたか？移動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントで、どうします。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントで、どうします。うまく狙えましたか？自動で動きます。
よく狙ってください。どこを狙うかがポイントで移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙いますか？移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙いますか？移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙いますか？移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。どこを狙うかがポイントで移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。おめでとうございます。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントで移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙いますか？移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙う。どこを狙うかがポイントで移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。次に進みます。よく狙ってください。次はどこを狙いますか？移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントで移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントで移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。また遊んでくださいね。
八神さん。あった。いらっしゃいませ。
お願いします。ええ、しばらく寝とけっての。楽しかったでござるよ。